とりあえずね、テキストを画面に表示することができました。ちょっとこれではかっこ悪いのでね、もう少し、そこをね、装飾していきましょう。フォントの変更です。教科書69ページの chap3.py を入力して実行してみてください。で、そこではね、最初のところに、ウィンドウに対してね、ルートに対して、オプションアドっていうメソッドをね、実行しています。オプションですね。ウィンドウ設定をね、追加。まあ、ここの場合、追加というか変更する感じですけども、設定を変えるということをします。で、今回ね、引数として、すべての文字のフォントを MSP ゴシックにするっていう指示がね、入っています。あと、文字の大きさもね、変えていますね。で、MSP ゴシックっていうフォントはね、マイクロソフトのフォントでして、Windows に標準で入っています。ですが、Linux や Mac には入っていません。その場合はね、近いフォント、まあ、ゴシック体のなんかを使うのかな、そんな感じで表示されます。で、引数の与え方として、カッコですね。これは、角カッコと呼べばいいのかな。これで囲っていますが、これはね、リストと呼ばれる扱い方です。後ほど出てきます。まあ、今回はね、こういうので、与えればいいんだなというふうに思っておいてください。では、プログラムの方をね、追加していきます。最初にね、ルートに対して、オプションアドというメソッドを呼びます。で、フォント全部に対して、MSP ゴシック、まあ Mac で入れるのはね、ちょっとなんだかなって気もしますが、ゴシックを指定すると。で、フォントサイズは22と、ちょっと大きめですね、の値にしています。で、テキストを表示するところですね、ここにね、後ろの色も調整しています。これ、教科書はね、白色になっていました。で、私のは色ついてますね。本当はね、ここ適切な色にしてやるとかっこよくなりますね。はい、という感じで置き換えをしました。そうするとね、まず文字の種類ですね、フォントがゴシック系になって、文字がちょっと大きくなりましたね。で、背景色白と、これ本当はこの水色っぽい色をうまくね、合わせてやると、あたかもここの吹き出しの上に乗ってるかのようなものが出来上がります。再びウェブページの方に戻ってきました。課題3の6ですね。フォントの種類、今 MSP ゴシックですけども、他のに変えてみましょう。タイムズニューロマンとかにね、してみるとどうなるか、どのような文字になったかを報告してください。で、表示するテキストのね、背景の色もね、今、ホワイトでしたけども、水色とか黄色とか紫色に変更してください。これに関してはね、変えた行ですね。そこのみ、水色の時にはこういうふうにしました。黄色の時にはこうしました。紫の時にはこうしましたと。そこだけの提出で結構です。